ちょっと待って、一応ツイッチの方もね、チェックします。なんだろうな。まあ、ニコ生の方ね、音出たんでね。だね、ということで、ね、ちょっとだいぶバタバタしたけど、今日もね、名曲名曲やっていきます。で、今日で4回目かな。さ、前回はね、3回のボス、中ボス1人倒したんだよね。もう1人が倒せなくてってとこでつまずいてたけど、まあね、今日ぐらいからコンティニュー使ってね、次回の放送までの間ね、コンティニュー使って、次回の放送になる時もね、コンティニュー使って、次回からね、続きからやっていきたいと思うんで、今日からまた、今日はね、今日まではまだ1からね、コンティニューなしで進みますよ。多分半分以上はいったと思うんでね。さあ、そろそろじゃあやっていきますかね。あ、びっくりした、音が、今日は音が出なかった。なんか毎日いろんなトラブルに見舞われてる気がする。よいしょ。さあ、名曲名曲で、楽器もだいぶ集まってきたんで、なんか面白い感じになってきたね。アイテムもいろいろ揃ってきて、さ、やってみましょう。じゃ、今日もね、名曲組曲クリア目指して、さ、まずこの辺はね、一回はサクッといきたいね。さ、まずこの緑のスライム倒して、こう楽器取っていく。さ、まず1個目の楽器ね、この太鼓、何個まで、楽器5個ぐらいまで行ったっけか、前回ね。結局最後。なんか最初だからか、ちょっと楽器の音符のゲットが良くないな。430だ。最高48とかだったからね。あれ38。まあまあまあ、まあいいでしょう、最初なんでね。さあ、そしてお金を取りながら、この緑の顔をやっつけて、まあこのゲームは本当にね、こう敵の復活早いからね、うかうかしてられない。とりあえずお金取っちゃおう、全部ね。この辺8助だった。8助出さないように行こう、とりあえず。後で使いたいんでね、8助で。8助を取ると、2回ダメージを受けても、HP が減らないという、バブルに包まれるからね。この8のストロと、HP の最大値が1個上がって、まあ、しかも HP を全回復してくれるという、ここ親切設計だね。他は難しいけどね、このゲーム。さあ、鍵取って、まだあれかな、下のお店。一応ここ出口ね。まあ、出口すらも最初の部屋ですら隠されてるという、なかなか難しい、このゲームは。で、今のパラソル取ると、
連射が速くなったかな。さあ、この辺もね、前回前々回見てるけど、もう一回見てこう。楽器の箱は鉄切れてると。で、こっちが表の壁に入れるところがあると。この辺クリアしたね。で、ジャンプシューズを買うと。ちょっと、ジャンプが高くなるんじゃなくて、ここの、なんかこの木の板みたいなところが実はスプリングになってると。これで、高いところもジャンプができますよと。お店か。で、この瓶のやつね、買ってこう。僕に触ると小さくなると。ちびみろになれる。これ重要だよね、こっからね。ノコギリを探せと。水晶玉には不思議な力がある。さあ。今の薬がよくわかんないけどね。まあ、なんか知らず知らず使ってんのかもしれない。ここをやっていくと、ここももう散々やったからね。もうほぼ全部のブロックを、こう、シャボン玉で消えるかどうか試したぐらい。それぐらい。ここもやったからね、この部屋もね。特にあの赤い顔のやつね、気をつけないと。強いんで。どちらっけ、こっちだけか。ここは隠しなんだけど。ここは何も特にパワーは HP 回復だけだからね、特にいらないでしょうと。で、交換取って右に行く。結局ここの取り方わかんないな。この上にある1個のお金ね、まあ、お金1個だけだからいいんだけど、ほら、相打ちだ。お金の取り方がわかんないけど、まあいいでしょ。で、ここでこのなるべく8助使わない後に取っとこう。もったいないからね。8助大事な場面で取りに来よう。で、この蜂の巣は取っていくと。で、この上の緑のボグに触ると、どっちチビミロになれて、このブロック1個分の小さい隙間も入れるんだよね。2回当たると元の大きさに戻るんだ、ミロンがね。知らなかった。まあ、部屋を出ればね、部屋を出たり、一回店に入って店から出ると普通の大きさにすぐ戻るからね。あんまりチビミロンになってもちっちゃさがデメリットになること少ないけどね。でもランタン買えないんだ。そうだ、ここ買えないんだよ。ランタン50で高いから買えないと。で、 HP はもうマックスだし、いらない、回復は。で、井戸の中に秘密があると。オッケー。これダメだったか、ここは。で、第二の部屋は終わりと。で、中ボス、いっか、このままいっか。HP、全開ではないけど。で、ここに入ると中ボスと。一匹目ね。こんな8発だっけか。頭ね、ロック。だと思ったら、まあ、これで1回はクリアと。で、こっちからでいくか。ここもだいぶやったね。この崩れる足場、崩れる床ね。ここもほぼ全部のこの柱とかブロックをチェックたんじゃないかというぐらいチェックしたね。そこもやったんでね、もうサクッといきますよ。そうそう、 HP 回復しておきたいな。もう記憶で、ね、全然マッピングとかしてないんだけど、どこにね何があるかメモってはいないんだけど、まあ、前回のね記憶で、一昨日のね記憶でなんとかやっていきましょう。何個か抜けちゃうところあるかもしれないけど、ここ楽器では確かね覚えてる。で、緑を消していく。で、ここ楽器、こ
お手口でしょ。鍵見つけないから知ってる。さあここでボーナスステージで楽器2個目。さあ右下のねメンバーが楽器2つ持ってるから、2つ目持ってるからね、全部で多分7個なんだと思うんだけど、ちょっと待ってね、なんかちょっとテレビの調子が悪いな。なんか怪しいな。また何か機材が壊れた予感がするぞ。さあ、なんかそう喋りつつ、今回41個取れたね。まずまずだ。で、ボーナスステージ入っちゃうと、部屋の最初に戻されちゃうから、とりあえず、さっきのとこまで戻りましょう。鯉を倒していくと。で、スライム倒して、で、この緑の顔も倒して、お、連続で、HP 回復のハートが出てた。よし。一気に HP が全開になりそうだね。あんまりハート、回復のハートも出ないとき、全然出ないからね。で、ここはなるべく踏まないように踏むとすぐに下に落とされちゃうから、ジャンプでなるべくかわしながら行った方がいいね。でここも確かお店だよね。あ、ここでランタンがあるね。こっちのランタンの方が安いと、15なんでね。ここで買いましょうと。で、移動は落ちても登れる。風船は大きいバブルを呼ぶと。風船この謎が解けてないね。風船のね、大きいバブルを呼ぶ。まあいいでしょう。ここだと蜂の巣があったよね。HP を、上限を、マックスを上げてくれる蜂の巣とお金があったからね。よし、お金から取るか。で、これで、HP の上限が上がったと。あとは、あ、そうか、鍵取って、この部屋から脱出できると。これだけで、確か、2階の1つ目の部屋は、この辺までスムーズに行くようになったな。まあ、今日で4回目なんでね。さて、ここ来たとこだよね、上ね。で、下の柵になってる窓はまだ行けないと。ここもね、なんとかいろいろ見てたからね。ここ、使い切ここだけか。ここ結構敵がね、すごい勢いで突っ込んでくるんだけど、こう躊躇してるとやられちゃうような危険な部屋だけど、まあ、結構ここもほぼ全部のブロックとか壁をシャボン玉で壊せるかどうかチェックしたはずだな。多分もう取り逃しは多分ないと思うな、ここは。良くないかな。35。なんかちょっと今日はタイミングが良くないのか、運が悪いのか。さあ、で、赤いのね、この辺だと赤い顔のやつが結
構危ないんで、先に倒しとかないと。結構火でね、狙ってくるんで。で、こう下がね、ハドソンになってると、下の、この木のね、模様がね。まあ、今何個か、シャボン玉で消しちゃったけど。この辺も全部チェックしたからね。で、ここで、できれば、下のあれか。下のね、穴に入りたいんで、ここでチビメロンになって、下に入ると。で、ここで耐火ベスト、耐火ジョッキ。火のね、これから火のステージ、火の部屋があるけど、ダメージが5分の1ぐらいになるという。で、ジョッキは着てても火は熱いと。だから、火にね、無敵になるわけじゃなくて、火に当たっても、5回ぐらい当たっても大丈夫だと。で、ここが、確か、出口だっけか。ここ出口だから、ここはとりあえず置いておいて、このね、火の玉も、これも結構、すぐ攻撃してくるし、気をつけないと、早めに倒しておきたい。この赤い顔のね、敵と合わせて。があるから、まあ、ある程度食らっても最後の方で蜂の巣取れば全開してくれるからね。危ないよ。なんだっけ、あ、これお金もらえるんだ。銃くれるね。逆にお金をくれるお店という。でハイパワーは HP がまあまあ回復するよね。4つぐらい回復するのかな。でも今蜂の巣取るからいらないね。暖炉の上で2秒押せと。これも後で出てくるよね。これも謎解いたね。そのバブルの謎だけが謎だけど。やばいやばいやばい。やばいやばい。そうだ、ここもチビミロにならないとダメじゃん。チビミロになって、さっきの蜂の巣を取って、取ったらこの部屋は終わりかな。あ、当たっちゃった。気をつけ、ここでやると、結構間違って、蜂つけ出しちゃうからね。あれ、あれ取りたい。無理か。無理か。ちょっとあれは無理か。上行けないからね。ちょっと時間的に無理か、やっぱり。気分よく全開で次の部屋に行きたいね。次どうか。で、ここの出口に入ると、次どうだよね。次どうか。まあ、移動だけどいっか。蜂助残しとこう。前ね、前回は井戸のボス強そうだったから蜂助のバブル持ったままここ来たけどね。まあいいでしょ。いけそうな気が。あ、危ない。オッケー、避けた。オッケー、オッケー、オッケー。ここがノーダメージで抜けられれば強い。ここ出しちゃったか。間違ってよく出しちゃう。ここのアチス系はよく出しちゃう。取れないか。そこの味付け絶対間違って出しちゃうな、一回。さあ、この炎のステージを抜けて、で、このボルデモートをかわして。ほら。6発かな、今。これ18発ぐらいだよ。7。ほら。10。11。お、なんか
14発ぐらいだぞ。 OK。 さあで次に行くのかと思いきやここは店だったんだよね。でハンマーをもらえると、表の壁から中に入ることができる。 OK。 あとは戻ると、戻るとやられないように戻りたい。で特にタコ気をつけてね、タコは強いよ。ああやった、たたたたたたた。さあコンティニューしていこう。でまあボス倒したからいいでしょ。左押しながらスタートね。だけどハンマー持った状態でこっからか、簡単には返してくれない。タコやめて、タコいなくなって、よし。タコが一番大変。そこ、そうだ、ここの辺にもあれがあったよ。と、蜂の巣。危ない。ダメ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 。結構うまく狙ってくるから、おおしょ。やめて、オッケーオッケー。ギリギリで全開した。危ない。危ない。よかった、あと一発当たったら、またゲームオーバーだった。おお、危ない。前回もここでやっちゃったな。確か、一回落ちた。さあ、なんとか、井戸、出てきたよ。一回やられちゃったけどね。戻る途中で。オッケー、ここで井戸クリアと。で、ハンマーがあるから、この窓っぽいところと、あ、まだまだだ。こういうところね。それっぽいところ、壊せるとこがあると。あれ違ったっけ？え、ハンマー取ったよね。一部のとこ壊せると。でこのノコギリ窓から入れるようになる。ちょっと黒っぽいところね、こういう今まで入ったところじゃなくて黒っぽいところも入れるようになると。で2階に黒っぽいところがあるから、この一番右だったような確か。ここに第2のボスがいると。ああ強いな、これいけるかな。早くて危ない。ああ、これ低くてね、速い弾道の。いけるか。あば、まずい。 OK、 ギリギリ OK。 さあこれで3体目かな。でこっちまで来ました。で今悪天候で雷が狙ってきてるけど、まあそこはいいとして、雷もあれで壊せちゃうからね、シャボン玉で。起きたとこか。あ、ここボルデモート、ここボルデモートだ。最初じゃなくてもよかったんだっけか。まあいいか、先にここやっちゃうか。この辺もね、前回やってるので、まあ、ある程度慣れてる。ここ確かこれどっかに、ここ蜂の巣はないんだっけか。確か音符は下の方にあった覚えが。蜂すけー、いっちゃった。
鍵、出口は上の方だったよね。その前にいろいろボルデモートとか、また中ボスが、ここ確かこの部屋を、あ、ここが行くんだ。この辺もね、隠しブロックとかを、ここ上だっけ、ここ上開かなかったっけ、こっちじゃないかとか、違う部屋か、右上の方ね、天井に近いところ、バック部屋もあったからね。で、こう長押しすると入れると。で、最初にこれ取っちゃっていいんだっけか、一回これ取っちゃうか。この気球ね、気球じゃない、と飛行船ね、取るとゆっくり落ちることができると。曲がりとは一人しかいない、これもよくわかんないの。4階に行くには冠と杖がいる、これもまだやってないの。冠と杖ね。で、今の飛行船を、ほら、出会い頭、今の取るとジャンプした後 A を押しっぱなしにしてると少しだけゆっくりね、落ちられるっていう。まあ、意外に使えるけども、今のところ使いどころが少ないけど、まあ、使える。ここやっぱないんだっけ、これ。蜂の巣。ここも結構見たからな。ってことは、ボルデモートがいるから、ボルデモート気をつけて。あ、処理落ち。映像が出なくなってるじゃん。壊れたの。今日トラブル続きだ。まずいな、何かが壊れたな。できますか。ちょっとね、画像が荒くなってるけど、なんかトラブル続き。まずいな、機材が一個壊れたな。
なんでボルデモート今反対から出ようとした。危ない。なんで今連射器使ってないのに、なんか連射した感じになったね。下に行くまで、お、これ。HP 全開していきたいな。さあ、あとここで HP が全回復。さあ、あと4つで HP が全回復。さあ、あと3つ。なるべく余計なダメージはもらわないようにして、HP を回復していく。あと2つ。確かここ18発ぐらいだっけか。危ない、カラス。キャドちゃんガラスが。吸って、プテラノドン。危ない。さあ、いか、ここでマックスだね。あとはなるべく下でやられないように、キョロちゃんから気をつけてボルネテモートはちょっと解いてもらえる。1、2、うわ、ちょっと危ない危ない危ない。さあ、ここでこれ4体目だっけか。危ないよ。7。10。今10発ぐらいやってたね。危ない。まずいね、これ。うわ、いい。回復していこう。やっぱりバリアなしはきついかな。ハチスケのね。なるべくでもハチスケ温存していきたいんだよな。一回ハチスケ出しちゃうと取らなくてももうあと出てこないしね。まあ、もちろん取っちゃってもあと出てこないんで、コンティニューとかしても、ね、出てこないんで、電源切るかコンティニューしないで一からやり直さない限りね、ハチスケ出てこなく、同じ場所に出てこなくなっちゃうんで大事にいきたい。さっきね、一回間違ってあそこのあれ、なんか3階か、あ、2階のね、部屋か、あそこで1回間違ってね出しちゃったけど、それ以外は温存してるから。まだサボーデモート行くか。まあ、先に別の部屋行くって手もあるけど、あっちのさっきの暖炉のとこ倒しておきたいね。さあ、ここで全回復と。間に合うか。さあ、ハートも結構すぐ消えちゃうからね。そう、この飛行船のゆっくり落ちるやつ使ってなかったの。これも使って、こうボス戦でね。ここじゃない、間違った。さあ、で、似たような感じだから分からなくなるね。
次どこ行ったんだっけ。ここか。さあもうそのまま行っちゃおう。もう十分撮ってるからいらないでしょ、余計なのは。 HP だけ全開できたいな、できれば万全で。で結構お金ここまた出てくるんだよな。他のところお金出てこないんだけど、一回取るとね、コンティニューしてもお金出てこない。ここ結構お金復活するんだよな、この部屋だけで。なぜかさ、下のキョロちゃんで回復できないか、 HP。 それを取って全回復で臨みたい。ダメ。さあ、お、ボルデモートいないぞ。ラッキー。あ、いた。ハチスケ温存したい。さあまたここで全開に近いぐらいまで HP 回復していこう。まず途中の道で1個か2個ぐらいは回復する可能性あるから、まあ全開に近いぐらいにしていきましょう。あー、うまい。さあこの緑のスライムみたいなのと顔のやつと倒していって、なかなかハートが、うわ、はちつけ出しちゃったか。取っちゃうか。出しちゃったら取っちゃおうと思ったけど、最悪だ、間に合わなかった。温存してたのに、温存してたのに出してしまった、ハチスケ。まあ他の部屋もまだ 2,3 個確かハチスケてるとこあるから、まあしょうがないな今のは。多分ここが一番効率的に最初の部屋だし、楽に HP を回復させられやすいね。まあ、敵に当たることも少ないし、まあ、このぐらいでいいでしょ。あと途中でハート出てくるでしょ。さあ、さあもう一回行こう、暖炉の部屋へ。そこで3回と。なんか大体足場上がるとこ結構さっきのハンマーで崩れる時多いからね。崩れて部屋になってる時はあるからね。さあここだと回復して、行きたいけど、カラスが結構狙ってくる。カラスとプテラノドンと、うわ、これ
わ。さあどっかで楽に HP を回復させたいんだけど、あれはめり込んでて取れないよ。さあ全開してから行こう。さあ下のキョロちゃんガラスで出ないかな、出ないか。てかポルデモトなんでこっち来てんの。ちょっと待ちなさいよ、ちょっとあなたこっち来ちゃダメでしょ。ちょっとそっち行って。うわポルデモトなんでこっち来たの。そこダメだって。ちょっと一回戻ろう、一回この部屋出よう。そっちに来ちゃうとまずいよボルデモート、通れないよあれ。なんでそっちまで来た。おいな、あいた。なんていうとこ来てんの。ちょ定置じゃないよそこ、ボルデモート、あなたの定置じゃないよ。部屋を出てもうリセットしようか。ああ、ボルデモートの位置をねちょっと戻そう。くそ、せっかく、また HP も減っちゃったし、なんてこった。一回出てもう一回入り直せばね、ボルデモートの位置が元に戻るから。 OK、 ギリギリパラソル取った。さああとは HP を回復していきたい。ここはお金がまた出る。ここは出ない、上は出ないんだよね。だから出る場所と、もう一回出る場所と、入り直せば出る場所と、入り直してもお金が復活しない場所が、ここもまた復活してるのあるんだな。ワークは取れない。わあ、して一発当たってしまった。せっかく回復中なのに。わあ、やっぱ左下のこのナメクジ、ここは一番無難かな。
サート3、サート2、サート2でね、前回復したらもう一回行きましょう。3000回復したんで行きましょう。サポールで元いやだから急に来すぎだって、せっかく HP 回復したのに。感じで当たってない。まずい。だえ。最初にもう一つの部屋行くか。そしたら。ここ行けるよね。そしたらどこから行けば、ここは入れない、ここ入れない、ここ見るか、もうダメ。この窓は、あ、ここか。この絵の具みたいな。これも買ってなかったね。見えないものを見えるようにすると。水筒は氷の部屋にある。水筒なかったよ。そういえば氷の部屋って右側、まあ言ったけど。水筒なんかあったか。あ、ここもあったね。ここも難しい。落とし穴。落とし穴の方向。私ここ。ここ落とし穴の方向ね。ここだ。確か上にあれがある。お店が。多分でも今のお金ないから、上は取れないかも。で、確かここに、あれがあったら。ん？蜂つけた。蜂つけは取れない。そう。ここどこだっけな、あれの楽器、
確かここ楽器あったよな。楽器は頭突きでしか確認取れないと。収録は少ない。まあ41少ないね。まあいっか、とりあえず出口は分かってるんで。あ、出口出てたか。これ見たね。さっきのボルデモートのところ。この部屋これだけだっけか。はい。まあ、敵は毎回同じ場所に発生するけども。ここなんだっけ。ハズレか。左から行けるってことではないな。あそこ出ていくかな。ヒント。水筒ここさっき見たとこか。起きたとこでしょ。なんか分かんなくなってきた。外れか。でもさっき来たよね。だよね、ここだよね。ここはもう終わったからいいんだよ。あれ、そこにお金あったの。
謎だった最初の部屋の左上の部分が、そしてスケート靴、これ欲しいな。ここに出るんだ。知らなかった。この上も見ようか。開かない。上からここ確か、あーここか。ひとみちゃん、ひとみちゃんの部屋だ。どうすっかな。最初に穴開けちゃうか。音符ね、音符最初にやっちゃうか。音符やってからの方がいいな。音符やるとどうせ部屋の最初に下ろされちゃうから、音符やろう。さあこれでようやく、あれ、5つ目か。取れない。結構落ちる画面が見えなくなるギリギリのとこで結構拾えるから。わー外した。さあ早速曲が終わりそうだ。ひどいな、全然伸びない記録が。最高48までいってるからな、そのぐらいはいってほしいところなんですけども。起きたな、ひとみちゃん。ひとみちゃんが来た。早めに倒しておかないとすぐ大量に攻撃してくるから。で上が確かあれだっけか、出口。ほら来た。ひとみちゃん同じ高さになると速攻で攻撃してくる。気をつけないと。このボールはいらないね。ちっちゃくなってもなんかあんまり意味がなかった気がするな。ひとみちゃん、ちょっと下の方も壊しとこうか。わかりやすく。さっきのなんかアイテム欲しいな。60のやつ。ひとみちゃんやめて。あんまりハートもこう、たまたまだけどハートも出にくくなったな。でさっきの羽を持ってるとこのエレベーター、テトリスみたいなエレベーターが動くということだよね、きっとね。これ羽持たない人は多分この辺入ったことないな。そういえばって本当にハートが出ない。ちょっと待て、ちょっと待ちなさい。本当にハートが出ないよ。定期的にひとみちゃん追ってくるから早めに対処してこないと。ひとみちゃん、ちょっと待って待って。いや本当にハート出なくなったの。ハチスケか、ハチスケ取りたかった。上から行った方がいいんだっけか。あとはようやくハート出てきた。
まあそろそろここも蜂の巣出てもおかしくないんだけど、蜂の巣とか出てもおかしくないんだけど出ないような蜂の巣。3回来てるけど初めてだ。これは隠し見てなかったぞ。ここは
一度パラソルを一応取っておいて、何もお金出ないな。7個しか出なかった。そんなもんだっけか、毎回出るの。こっちはそんなもんか。あら、なんでボルデモート来てんの。ちょっとボルデモートなんで来てんの。出るか。そしたら、まあ、60溜まったから、さっきのなんかジャンピングシューズみたいなの買えるでしょ。こっちの上、なんだあのアイテム初めてだな、ジャンピングシューズ。あの剣は見たことあるわ。天気が悪くなって雷が来た。わわわ、オッケー。あ、またお金出てる。これお金無限連続、ここ刺してもしかしたら。よし、これ買えるな。これ何、これ、いつでもどこでも高く飛べろ。ようやくこれがジャンピングシューズか。スプリングはなくても飛べるってやつか。高くなってる。ああ、当たった。お、高すぎでしょ、これ。高すぎでしょ。急に高くなった。超人ブーブカもびっくり。なんて、ブーブカも維新映えはもうびっくりなぐらい跳躍力が高くなってる。え、で、ここでも高いの。ここ一緒か。この外は一緒だった。なるほど。え、どうぞもう一回いける？もう一回お金もらえる？欲しいんですけど、あれを買いたいんで、ソード剣を買いたいので、止まっちゃダメだから。あそこだ、止まっ、あそこで止まっちゃうと登れないね。ここで勢いよくポーンと行かないと。何気に難しい、やっぱ簡単に入れなくなってるな。もう出ない。何？ってことはあと30どこで？あそこしかないか。30稼がないとね。残り50までね。あっちのさっきの灰色の岩のところ、ここでね。完成がないとダメか。あぶね。ここのジャンプタワー、ここも高くなってるやつか。このアクションエリアっていうか、敵が出てくる。ここは高くなると。おお、なんか上に、せり上がったけど、高すぎて。7つ出んの？上はなかったよね。28までか。いや違う、下もさっきボルデモート来ていな、下ができなかったから、下もありえるな。違う、おお、ここ取ってなかったか。ここ取ってなかったっけか。15増えるんだ。ここ忘れてた。すっかり。ここ取ってなかったか。これ6個目？あれ、前回6個まで行ったんだっけか。なんか動きが機敏になってる気がするけど。チビミロンだからかな。なんか動きがめちゃくちゃ機敏な気がするぞ。これはまあまあ。40はいったでしょ。40は余裕ですよね。
ですよね。よし、48。さあ、ベストと同じ。48。50だって、確かに。もう一回ここ入り直せば、いけるでしょ。この段階で出るかな。あ、出る。あ、じゃあここで全部取れるの、取っていけば終わりか。あっちの剣が変え、剣が変えるね。強くするとパブの色が変わるんだよね、攻撃のね。おめで飛距離も伸びると。でこれでボルデモート行くか。
さあだいぶ攻撃の飛距離も出てきた。遠距離攻撃。逆にこうジャンプが高くなった分、敵に当たった時にびっくりしてミロンが飛び上がるけど、その飛び上がるのもハイジャンプになっちゃったからね。いい面と悪い面とあるね。サート5つか、サート5つね。前回したらボルデモート行こう。多分こう攻撃力も強くなってるのかな。遠距離攻撃だけかな。なんか色がもう変わってるから攻撃力も強くなってそうな気がするけど、どうなんだろう。あと1個で、まあ、これ途中で出るでしょ。来てた。 OK。 さあボルデモートまず倒そう。ボルデモートはのとこはね、まあ、ボルデモート倒そうっていうか、ボルデモートのとこにいる暖炉の奥の中ボスは前回も倒したからね。ただこれハイジャンプは持ってなかったけど、とりあえず倒しましょう。今日なんか3回やられた、ここで3回ぐらいやられた気がするな。一応お金、途中にあるお金はもらっていきますか。危ない。やっぱ回復使いきたいな。これは2つ当たっちゃったから、あ、なあ、やめて。結局あんまり意味がなかった。回復した意味が、逆にハイジャンプ大変だなこれ。逆にハイジャンプやりづらいなこれ。うわ、いや逆にハイジャンプやりづらいなこれ。こっからするか、遠距離で攻撃するか。そしたらないからここで行くか。あら、あと一発でやられちゃうんだよこれ。雰囲気、すごい長い戦いになりそうだけどこれ。あら、うわー、やっぱりあぶらぶらぶら。コンティニュー。また止まってる。いや止まるね今日。めちゃくちゃニコ生も止まるね。なんかもうすべてが今日特に不調。回線は問題ないんだけど、なんかソフト的な問題と機械的なハード的な問題と、なんかバーとまたエラー出たり、何もしてないんだけどな。復
吉な予感。さあでもいい感じでハートが出てくれてる。いや逆にハイジャンプ取らない方が良かったかな。ちょっと操作が難しい。あとは途中で全回復できるでしょ。危ない。アイテム外せないからね。取ったの多分振った後とか押してもアイテム画面に行かないから。
わわわ。ですよね。でも倒してるから今の。左スタート。これ忘れちゃうと今までのパーだからね。さあ。とりあえず全開して、あ、ボルデモットのとこ、あのポスター倒したから、22発だったね。まあ、先に進むのがない方がいいのか、あっちの、さっきの。なんか、骸骨とコウモリが出るところ、もうちょっと探索してみようかな。前回ね、あそこも一回だけ入った。その時なんか、普通に落とし穴で一番下のとこまで落とされて、左に行ったらなんか強制的に城の外に出されちゃったよね。これは取れないか。あ、取れた。OK。さあ、あと3つで全回復。あのボス、中ボス倒しちゃったからね。全然。怖くはないんだけど、あとは。氷の部屋ももう一回行くか。氷の部屋のボス倒せてないんだよね、まだ中ボスね。これは初めてだ。倒したら初めて。今日は完全に前回のどこまで行く感じかな。で、一つアイテムを、新しいのを取った状態で、前回の到達したとこまで行く感じかな。残り20分ぐらいなんでね。さあ、ここで前回と。ハイジャンプいいような悪いような、使う人によってなかなか難しいね、このハイジャンプは。さあ、ボルデモートから行こうか。チビミロンで行った方がいいのかな。同じか、結局ボスの部屋出ちゃうとチビミロン解除されちゃうから変わらないか。だからさ、ボルデモートちょっと待って、うわい、ちょっと当てすぎ。オッケーオッケー、もういないね。これがよくわかんないんで、あ、ここ開くの、やっぱり。なんかこう急に変わったよね、この神殿っぽい感じに急に変わった。回復も取っていきたい。ここはもうハイジャンプ様々だ。私ここ落とし穴だったから気をつけながら行きたいんだけど、骸骨結構ハイジャンプじゃないとやっぱり幅が、隠しブロック、おお。偽物だって言ってなかったけど、ここの違うの、うわ、これ偽物でしょ、これ。これいけないじゃん、これ。いけんの、これ。あ、偽物、やっぱり。で、どうやって倒すの、これ。逃げよう。やっぱ偽物かい。なんか偽物だって言ったよね。偽物がいるから気をつけてみたいな。待ていい。危ない、危ない。荒ぶって。こやつは倒せるのか。とりあえず無視しようか、怖いから。落ちる。で、左にいたんだけど、これはこれ出ちゃうよね、これね。前出ちゃう感じだったもんな。
これ以上いったら出ちゃうよね。前出ちゃったもんな。下とか隠しないか。消せるブロック、消せる感じでも、最後の楽器かな。楽器結構6個まで集めたからね。楽器はないか。でこれ下に落ちちゃうとダメなの、もしかして。
高くなったから回復するのも大変だ。ね、回復するのも大変。でもここまで来たらやっぱり全然回復できないな。一発当たっちゃってる。回復する前にここまで来たらね、次回はねやっぱりコンティニュー、電源つけっぱなしでいきましょう。なかなかハートが出なくなってきた。あと6、全回復まであと6かな。さあコインも倒していく。さああと5だね。さあと4、どうしよっかな。まあ結局あれか、あそこの氷のとこで蜂を取ればいい話だから、いいか、ここで回復しなくても。蜂の巣取ればね、全回復 &HP マックス最大値上がるからね。そう、行きましょう。で、あの左のあれはやっぱり無限ループだから、あれ罠なのかな、左の塔もね。まあ言ったけど、こっちか、氷のところ、水筒があるっても言ったら、水筒まだ見つかってないな。そしてどうだっけ、このあれか、ここから入ればいいってことだ。ここだね、位置的にここだよね、蜂の巣。このまま一回行くか、下に。ダメージあんまり食らってないところでね、一気にこのビリビリ当たっちゃうと一気に減るからね、 HP が。雷以前にね、ビリビリが一気に減っちゃうから気をつけて。で、この先に確かボスがいたよね。確か、ここだ。よし。さあ来たよ、ここも。また長期戦。一発、うわ、怖い。一発当たったかな？このボス、確か倒せてないよね。これ倒したら、前回より先に越すね。当たんない。ああ、うわ、危ないよ。ちょっと変速だな、かなり。何発いる。ああ、ちょっとこれ難しいな、これなかなかやりような。8発ぐらい、9発ぐらい当たったかな今。10発かな。10発にしよう。ああ、ちょっと、前後に動いた方がいいのかな。水筒、これ水筒もらえるんだ。火は水で消せ。井戸か。これ先に行くんじゃないんだ。あれが杖となんとか必要だっつったから、それか。
来た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 、 なんとかギリギリ倒した。フル装備である必要あるな。 HP 回復しよう。なんかもうアイテム欄いっぱいだから、あとは杖とあれだけとか買うものないよね。そしたら HP あれだ、お店で回復してもいいか。金に物を言わせてじゃんじゃんね、やっていく手もあるな。ここでわざわざ回復しなくても。さあちょっと行ってみよう。でも火は水で消すってことはやっぱりいいのかな。雰囲気的な移動でもアイテムこれ勝手に自動的に装備されちゃうからね、あれがわかんないけど、どうやって使うか。消せって言われても普通に攻撃してるとジャンプなんかもそうだし、勝手にゲットするとね、取ると自動的にアイテム使われちゃってるから。そんなにもう HP もだいぶ高くなってるし、そんなにどこ行ってると一気に2発も当てられてしまうと。もう一回こんなもんで。さあ残り8分だけど、行ってみよう。移動いけるかな。移動だよね多分ね。火は水で消せって、火って移動ぐらいしかなくない。あとボルデモートか、ボルデモートと移動ぐらいしかない気がする。また移動か。そして移動地味にやだよね。でこれそこもハイジャンプがあるから楽なんだ。何気に考えられてるな、ハイジャンプ。他にもありそう。おー、蜂助まだ取ってなかったっけか。これ欲張っちゃうとでもダメだよね多分ね。タコ倒せんの、これ倒せんだ。タコ初めて。で何これ、大きいバブルになりますよ。土だね。え、でも上に上がっちゃったけど。いや、上に上がっちゃダメなんだよ。あの、これ強くなったから、タコ倒せるようになったんかな。これ助かるな。2、3発でタコ倒せるから、このハートに当たりたくないからね。なるほど。わー、でも手裏剣いっぱい撃ってくる。これ違うんだ、ボルデモートか。これじゃないと多分これ消せてないからね。ボルデモートどこだっけ、こっちか。ボルデモート2体いる、こっちともう1個の場所と。ボルデモート倒せんの。そしてこれ、16、これでいい。ここにこれでいいってこと。16発ぐらいだったね。戻るか。そして杖とかないけど、どうすんだ。とりあえず戻ろうか。もう一つは暖炉の部屋か。でタコ倒していけばいいってことだよね。これ乗っていけばすぐ井戸から出れると。OK、いや、エラー出るね。ニコ生、今日なんか4回ぐらいエラー出てんの。ツイッチの方が溜まってないからいいんだけど。エラー出んな、今日は。
とりあえずこれでも倒したから、蜂の巣はもらったけど杖とあれはないよ。どうすんだろう杖とあれは。まあ、とりあえずこっちのじゃあ暖炉も今度ボルデモートも倒すか。16発くらいだったね。16発ぐらいか。それやったら今日終わりかな、時間的にちょうど。サンボルダモト来い。知らね、ちょっと待ちなさい。どうだっけ、ここか。そこの逆だった。さあ、あと3分ギリギリだね。3分切ったかな。トラブルで5回ぐらいトラブルあったね。まあ、なんとかね行ったんで、あとこのままねキープして次回のね放送に続きやりたいと思います。で、あといつもの告知ね、今ニコ生とツイッチと同時に放送していて、ツイッチの方がね少し画質がいいのと滑らかに動くようになってるので、もし綺麗な映像を見たい人はねツイッチの方もどうぞ。で、特にツイッチの方がエラー出ないから放送途切れることもないみたいだしね。あと録画についてツイッチとニコ生両方残してあって、ツイッチはダイジェストっていう名前で全編残してあるので、もし見たい人はそっちもどうぞ。古いのも残ってるんでね。あと放送スケジュールは水曜日以外やる予定ではありますけど、臨時の休みも多いので、その日放送あるかどうかでツイッター見てください。ツイッターにニコ生で予約をしたっていうツイートがあればね、とその日放送あるんで、あと良ければね、ニコ生のコミュニティ参加と、ツイッチのチャンネルフォローも良ければお願いします。じゃあお疲れ様でした。